シャーロッツビル、または、シャーロッツビルは、アメリカ合衆国バージニア州中央部に位置する都市。独立市であるが、アルバマール軍の軍長所在地である。愛称は、シービル。都市の名称は、イギリス王ジョージ3世の王妃で、メクレンブルクシュトレリッツ公使カールルートビヒの娘、シャーロットに由来する。2019年の推定人口は47,266人で、ある。 シャーロッツビルとアルバマール軍を合わせた人口は約15万人である。アルバマール軍、バッキンガム軍、フルバンナ軍、グリーン軍、ネルソン軍を含んだシャーロッツビル都市圏の中心地である。シャーロッツビルはアメリカ合衆国第3代大,大統領のトーマス・ジェファーソンと第5代大,大統領のジェームズ・モンローの出身地である。また、 第四代大統領のジェームズ・マディソンは、シャーロッツビルの北東4 2トルの位置にある、オレンジの出身である。また、ジェファーソンが設立したバージニア大学を中心とした、大学都市であり、ジェファーソンの邸宅モンティチェロがあることでも知られている。世界遺産にも選ばれている、モンティチェロには、毎年何万人もの観光客が訪れている。シャーロッツビルは2004年に、 都市ランキングと評価の本で、物価、気候、QOL などに基づいて、アメリカ国内で最も住みやすい都市に選ばれた。ダウンタウンモール1762年に検証により、リッチモンドからダイアパラチア峡国に至る、スリーノッチトロードという名の交易路に沿って成立した。名称は、ジョージ3世のヒシャーロットに由来する。その他のシャーロッツビリを通る高速道路は、ワシントン DC から、 バージニア集団ビルに至る US-29 とシャーロッツビルの近くで US-250 と平行に走る週間高速道路64号線である。アメリカ独立戦争の間、協定軍は1779年から1781年までシャーロッツビルのアルバマール兵舎に囚われのみとなっていた。1781年6月4日にイギリス軍の陸軍大将、 バナスター・タールトンは当時のバージニア知事トーマス・ジェファーソンと議会議員を捕獲するためにシャーロッツビルの襲撃を計画した。襲撃を知ったジャック・ジューイットが夜通し40マイルをかけてモンティー・チェロのジェファーソンと議員たちに通報し、襲撃は失敗した。バージニア州のほとんどの地域と異なり、シャーロッツビルは南北戦争の衝撃を免れた。 シャーロッツビルで起こった唯一の戦闘は地域の南部連合民兵がジョージア・ームストロングカスターを撃退したリオヒルでの小衝突である。シャーロッツビルにおける最初の黒人教会は1864年に設立された。それ以前には白人の教会で礼拝を行うことはできたがアフリカ系アメリカ人が独自の教会を持つことは違法であった。 現在のアフリカ系アメリカ人の教会の大部分は、この教会に連なる。ロバート・イーリー像2010年代に入り、南軍のシンボルの撤去を望む市民と望まない、市民との間で対立が生じ、全米中の注目を集めることになる。市が、ロバート・イーリーとストーンウォール、ジャクソンの銅像をダウンタウンの公園から撤去しようした際、訴訟の対象となった。 2017年8月11日12日、銅像撤去に反対する白人至上主義者のグループがユナイトザ・ライトラリーを開催し、リーパークからロバート・イーリー像が撤去されたことに抗議した。集会後、オルタナウヨクの集会に抗議する人々に自動車が突入し、女性1人が死亡し、19人が負傷するという事件が起きた。この事件は、 全国的なニュースとなり、シャーロッツビルは全国的な政治的混乱の象徴となった。2019年7月1日、シャーロッツビル市議会は、トーマス・ジェファーソンの誕生日を市の祝日から取りやめることを決議した。この日は、1865年にフィリップ・シェリダン大将を率いる軍隊が街を通過し、大多数の人々が奴隷として扱われているのを発見した日であり、 奴隷の解放はその日を境に多くのシャーロッツビルの人たちが自由になるための開始の一撃となった。アメリカ合衆国国勢調査局のデータでは市の総面積は27平方キロメートルでそのほぼすべてが陸地である。シャーロッツビルはバージニア州の中央ジェームズ川支流のリバナ川沿い20マイル西方の ブルーリッジ山脈と平行に走るサウスウェスト山脈のすぐ西に位置する。ワシントン DC から1 5 9トルリッチモンドから1 1 6トルの距離にある。欠片の気候区分では四季のある温暖湿潤気候ですべての月で水に恵まれているものの5月から9月までは降水が多い。冬はやや涼しく1月の平均気温は 摂氏2.2度だが最低気温が低く摂氏7度以下まで下がる夜もあり、最高気温が摂氏10度に達する日も頻繁にある。夏は高温多湿で7月の平均気温は摂氏25.1度で最高気温が摂氏90度を超える日がある。降雪量は年によって大きく異なるが通常は少なく平均 44cm 程度である。 降り積もった雪が長い間地面に留まることはない。シャーロッツビルにはアメリカ国立電波天文台本部リンダーマコーミック天文台 CFA 協会が位置しており、マーサ・ジェファーソン病院とバージニア大学病院の2つの病院がある。シャーロッツビル都市圏には国立地上情報センターがある。 その他の大企業としては、クラッチフィールド、エマーソンオートメーションソリューションズ、ペプシコ、SNL フィナンシャルなどがある。バージニア大学パブリックアイビーのバージニア大学は、シャーロッツビル市とアルベマール郡に位置している。ピードモントバージニアコミュニティカレッジは、シャーロッツビルにある。その他、俳優のジェシカ・ラングや、サム・シェパードもこの地域に家を所持している。 ゴスロックバンドベラモルテのメンバーもシャーロッツビル出身であり、ロックバンドペーブメントのスティーブン・マルク・マスやシルバージューズのデビット・バーマンは一時期、シャーロッツビルに住んでいて、滞在中にそれぞれのバンドを結成した。シャーロッツビルはシスター・シティーズ・インターナショナル・インクによって指定された4つの姉妹都市を有している。ありがとうございます。